はい、どうもネイティブフォレスト小太郎です。今回は、以前ですねアグラオネマを増やす工程を動画にアップしました。こちらですね、以前増やしたアグラオネマどうなりましたかっていうことでコメントをねいただきました。なので今回ですね、そのご報告ということでやっていきたいと思います。ちょっとすいません、ご報告するのねすっかり頭から忘れてまして遅れながら、今回ご報告させていただきます。コメントいただいた方どうもありがとうございます。はい、ではご覧ください、どうぞ。はい、というわけでこんな感じですね。 1,2,3,4,4 つあります。まずこちらが、親株の上の部分をカットしたものを植えたものになりますね。葉っぱもかなり大きくなりました。こちらね、もう根っこがすごい感じになって、もう寄虫根も出てしまっているので、ちょっとね、多湿環境が長かったのかなという感じです。まあこれからちょっと上質環境に徐々にね、移行して管理していこうかなと思います。もう水槽に入りません。はい、次はこちら。これは親株の根元の元の部分になります。もともと植わってた部分ですね、かなりね成長しています。このままねちょっともうちょっと多湿環境に置いておいた方がいいのかな。まあ様子見て、葉っぱ2枚くらい展開したら、上質に徐々に移そうと思います。はい、次にこちらですが、ひょこっとねちっちゃいタケノコがこんにちはしてるんですけども、1ヶ月と1週間くらいですかね、経ってこのくらいです。もともと根っこが1本しかない、1つしかないような状態だったので、なんとかね、芽を出してくれてるような状態です。これもそうかな、もう根っこが1本しかなかったので、やっとね、芽を出してきてくれているところっていう感じですね。やっぱり根が多い方がかなり成長も早いですし成功率も高いのかなと思います。そしてですね増やした時には5つに増やしたんですけども、こちら4つしかありませんよね。1つはねダメになってしまいました。根っこがもう腐っているような状況です。こんな感じですね。はい、ということで、結果報告というか、途中経過の報告なんですけども、大体、しっかりと成長しています。1つはダメだったんですけども、4つはね、成功しました。はい、というわけでね、トントンしておりますが、こんな感じでご報告とさせていただきます。また成長して大きくなったら、動画上げようかなと思いますので、その時はね、ぜひご覧ください。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。ではまた。